メカジキは、スズキメメカジキ科に分類されるカジキの一種である。カジキ類の中でも最大級で、食用に漁獲される。メカジキ科唯一の原生種であり、メカジキ属唯一の種である。化石魚類のプロトスフィラエナ属は、類似した形態を持つが、禁煙種ではない。英名ソードフィッシュは、長く扁平な糞が、両馬の剣に似ることに由来する。学名の種商名グラディウスも、 古代ローマで用いられた両場の剣、グラディウスにちなむ、日本国内の地方名としては、メザス、ガクダ、ラクダ、メカ、メサラ、メダラ、シュートメ、ツン、ハヨオ、ゴトなどがある。生魚は全長4メートル、体重300キログラムを超える大型魚で、カジキ類の中でも最大級の種類である。また、メスはオスより大きい。他のカジキ類と同様に体は防水型で、 上顎が長く伸長し強大な糞を形成する。ただし他のカジキ類と異なる特徴として、糞が縦平た、死体に比して非常に長い目が頭部に比して大きく。これがメカジキという名前の由来となっている。鱗と腹びれのほか制魚には歯がない。体の断面はほとんど、側平たしない。制魚の背びれは釜状で起点が短い。 小柄の水平流気線が2体ではなく1体であることなどが挙げられる。これらの相違から他の原生化時期類がすべてマカジキ化として分類されるのに対しメカジキは一種のみでメカジキ化メカジキ属として分類されている。全世界の熱帯、温帯海域に広く分布する。生存に適する水温範囲は18摂氏22度だが生息できる温度は5摂氏27度と幅広く。 他のカジキ類が生息できないような低温の海域にも出現する。外洋の表層、中層に生息し、群れを作らず単独で遊泳する。背びれを水面上に出して、泳いだり、水面上に飛び上がったりもする一方、深海の海底付近まで下って餌を取ることもある。食性は肉食性で、特にイカ類を好むが、他の魚類や甲殻類なども捕食する。性質は粘毛で、 船舶や大型魚、クジラなどにも突進する。繁殖期は夏から秋で分離浮き性卵を産卵する。幼魚は歯があり、背びれの規定が体の後半部まで続いているが、成長に従って歯が消失し、背びれが釜状に変化する。マグロハイナワやツキンボウで漁獲される。漁獲の際には長い糞による死傷例もある。新鮮な肉は、 淡いピンク色だが、冷凍すると白濁になる。味は、マカジキよりは劣るとされている。刺身、煮付け、フライや、ムニエルなどのほか、缶詰やかまぼこにも利用される。乱獲による個体数減少が懸念されており、IUCN レッドリストでは1994年から DD として掲載されている。なお、アメリカの FDA は、有機水銀が蓄積されている。 可能性が高いとして2003年に妊婦や授乳中の女性及び子供はメカジキを摂取しないよう勧告を行っている。食料として見た場合、メカジキの体内に含まれる微量の水銀に注意する必要がある。厚生労働省はメカジキを妊婦が摂食量を注意すべき魚介類の一つとして挙げており、2005年11月2日の発表では、 1>, 1回に食べる量を約 80g とした場合、メカジキの接触は週に1回までを目安としている。ありがとうございます。